どうも、ピアニストの長嶋達也です。昨日の動画のコメント欄で、こういうコメントがありました。私的に、ブリュートナーはとても特徴のある優しい音だと思うんですが、それでこの曲を弾くのと、他の全く別の音色のピアノで弾くのとでは、弾き方が変わるとかありますか？っていうコメントがありました。とっても、素晴らしい、質問だと思うので、動画にさせていただきます。答えは、あります。これね、僕、癒し人だから いつも料理と例えるけど、まあ、癒し人ってのもあるし、なんか、みんなにとって分かりやすいんじゃないかなっていつも思うんですよ。いいシェフって、素材を活かして料理をするじゃないですか。例えば、同じ、なんだろう、日本でポピュラーなの、カルボナーラ。カルボナーラにしても、例えば、ものすごくいい、質の卵が手に入った。それから、いい質のチーズが手に入った。それか、いい質のベーコンが手に入った。それによって何を強調したいか、強調するべきだっていうの変わるじゃないですか。ピアノもそうなんです。例えばブリュートナーの甘い音色があったら、僕が意識してやるとかじゃなくて、自然に僕が耳とか体が心が自然に反応して、自然にその甘い色をみんなに聞かせたいっていうルバートの仕方、バランスの取り方、いろんなことが変わってくると思うんですよね。で、それはブリュートナーに限らず、例えば、スタインウェイを弾いてるとき、スタインウェイといってもいろんな楽器、ブリュートナーといってもいろんな楽器、ベーゼンドルファーといってもいろんな楽器あります。ピンからキリまであります。その楽器、どのメーカーではなくて、その楽器のいいところっていうのは、やっぱり、弾いてる側にとっては、すごく訴えてくるものがあるんで、それを使わずに演奏するのは、おかしいことだと思います。それってやっぱりみんな自然にやってることだと思います。でもね、その前に、ペダルとかもそうですよね。ペダルの効き具合とか、ソフトペダルの効き具合とか、もうとにかくピアニストっていうのは常に楽器に反応して演奏するっていうのは、もう、誰でも当たり前だと思います。で、さっき言おうとしたのが、ピアノだけでないんですよね。ホール、残響、それによってもいろいろなことが変わってくる、きます。タッチが変わったり、ペダリングが変わったり、もういろいろなこと、本当に常にね、耳がクレイジーに働いている。そういうことをしているのが、演奏中に一番起こっていることだと思います。これで答えになっているといいんですけれども、今日もご視聴ありがとうございました。この動画気に入っていただけたら、いいねさえお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さよなら。